今日も多くのファンが集いました。ホームチーム対北海道日本ハムファイターズ、この試合の模様をエスコンフィールド北海道から生中継でお届けしてまいります。ホームチームは各ファイターズは加藤の両先発です。解説は工藤公康さん、川上憲伸さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。工藤さんも先発投手でいらっしゃいましたが、どのような気持ちで先発のマウンドに臨んでいましたか？いつも通り自分がやってきたことを信じて投げるだけです。なるほど、いつも通りの自分のピッチング、これをいかに出していくかというのが大切なんですね。各がエスコンフィールド北海道のマウンドに上がります。さあ、ファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。川上さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、はい、ここ注目ですよね。まあ、まさにそういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思いますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。見逃し三振、まず1つアウトを取りました。バッターは2番に入っている松本、まずは先頭の郡司から三振を奪っています。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。変化球決まりました。2球で追い込んでくる角、これはバット出ず三振です。さあ、ファイターズバッターボックスには水谷が入ります。今日は3番レフトでの起用となっています。ツーアウトランナーありません。ホームチームは各中島というバッテリー、打ちました。ピッチャーゴロ、ボールを拾って一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ファイターズ三者凡退。ホームチームのスターティングラインナップです。1番センファイターズマウンドに新庄が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打った、高く上がった、この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁到達、先制のランナーがホームチーム先制のチャンスを迎えています。まあね、ここはやっぱりね、しっかりと先制点取ってピッチャーは楽にしてあげたいですね。引っ張った、これはサードの左抜けました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、ホームチーム期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。打席には3番バッター井出穂、ホームチーム見事先制点を挙げています。川上さん、先ほど初球打ち、これセンターへ抜ける、これで3連打、ノーアウトランナー2塁1塁、そして打席には岡田が入ります。さあ、追加点の欲しい場面、今日はですね、打線の調子が良さそうなんで取れるだけ点を取っておきたいですね。なるほど、そうですね。いや、ここはね、バッテリーがね、ゴロを打たせようとするんですよ。なんかそこちょっと2球目打ちました。大きな打球になった。これはどうか、真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。期待に応えるバッティングを見せました。そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、チャンスが続きます。ここも攻撃の手を緩めず、まだまだ痛烈、これは上川端アウト、スタンドのファンも沸いています。まあ、もう少しじっくり行ってもよかったかもしれないんですけどね。まあ大丈夫でしょう。まあこういう場面でね、しっかり結果を出すバッターですから。打った、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、右中間破っていきました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、ホーム、期待に応えるバッティングを見せました。打順は7番立浪、ホームチームこの回4点を入れています。さあ、先制に成功してなおもその点数、初球打ちセンターに強い打球、この当たりはどうか、センターオーバー、バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ワンアウト三塁二塁です。いいです
ですね。このチャンスをものにしたいですね。さあこのチャンスの場面、8番の中島が打ちました。取った。一塁送球、アウト、ツーアウト。その間にサードランナーホームイン。1番バッター阿部、いや序盤からいい形で攻撃できてますよね。さあ序盤から大きな差をつけて直球打ち、スタンド一直線、ライト一歩も動けない。ツーランホームラン、大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。ホームチ、甘い球を逃さず仕留めましたね。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。三遊間、郡司掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。お、2回になります。追いかけるファイターズの攻撃、バッターボックスには4番のマルティネス。さて先発は各体現、三遊間、今へ掴んでワンアウト。5番バッター万波、まずは先頭のマルティネスを打ち取っています。最初は変化球できました。ストライクです。これも見送りました。難しい球はストライクになります。三遊間、立浪掴んでツーアウトになりました。さあ打順は6番、キャッチャーのタミヤをバッターボックスに迎えます。昨シーズンの成績は31打数8安打9打点、打率は2割5分8厘という内容でした。さあ下位打線からファイターズのチャンスを作っていけるのでしょうか。ツーアウトランナーありません。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。7対0、ホームチーム大量リードしています。先ほどホームチームの先制打となるレフトへのヒットを放ちました。2番の今井がバッターボックス。いやー、さっきはよく決めてくれましたよね。はい、バッターボックスには代打の国防、手を緩めずどんどん仕掛けていく姿勢がいいですよね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。三塁線、郡司抑えてワンアウトです。3番バッター井出穂、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。いいプレーが出ました。ファインプレー。先ほどレフトへのツーベースヒットを放っている4番の岡田です。今日はここまで1打点を挙げています。いやー、さっきは勝負強打ちました。これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている、フェンス直撃、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁。バッターボックスは5番の柳田。まあ、ちょっと一方的な試合展開にはなってますけど、まだまだ序盤ですからね。インサイド落ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。先ほどセンターへのツーベースヒットを放っている6番の近藤です。今日はここまで2打点を挙げています。初球打ち、これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ホーム。バッターボックスには7番の立浪。はい、さっきはいいバッティングをしましたよね。いい感じでボールを捉えてますからね。ここでも期待できるんじゃないですか。ボックスには代打の門脇。スコア的には余裕はありますけど、まあきっちり決めて、初球打ち。さあどうだ。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。
工藤さん、点差を広げた状態ですとキャッチャーのリードの内容も変わってくるもんなんでしょうか。そうですね、リードは変わらないとは思うんですけどね、大事なことは無駄なフォアボール、これを出さないことです。はい、そのあたりのキャッチャーのリードにも、インサイド変化球決まっています。今度は手を出していきましたがバットに当たりません。これは見送られました。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターボックスには8番ショート水野が入ります。昨シーズンは31試合に出場し56打数9安打6打点打率は1割6分1厘と、インコース決まってストライク。甘いコースはあっさりと見逃しました。打った、取りました。ツーアウトになりました。バッターは9番に入っている上川畑。ツーアウトランナーありません。インコース決まっています。打ちました。これは大きい。伸びていく。ここは打ち上げています。2球目打っていきましたが、最後はセンターフライ。川上さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。そうですね、少しでも甘く入ってきたところは確実に仕留めているといった感じですよね。本当そうですよね。甘い球を見逃しません。バッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ます。打ちました。高い打球、ライトが追いかける、追いかける、ツーランホーム。見事な一発が飛び出しました。打順はトップに帰って新庄、ホームチームホームランで得点を挙げています。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、どうだ、レフト深いところを破っていきました。二塁へ送球。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。前の打席はサードゴロでした。バッターの国保ヒットでランナーを二塁に置いています。高めのボール打ちました。高い打球右中間へ、ここは打ち上げています。センターが取りました。先ほどの打席はショートゴロ、3番の井出穂です。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。初球打ち、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、ホーム。バッターは4番セカンドの岡田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。はい、初球打ち、ここはフライになっています。ファーストが落下点に入ります。マルティネスが掴んでツーアウト。バッターは5番ライトの柳田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っている。初球打ち、この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。追いかけますが頭を越えました。
バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。2アウトランナー三塁二塁。打席には6番バッターの近藤。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放打ちました。取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ホーム回は4回の表、日本ハムファイターズ打順よく1番から始まります。バッターは郡司。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ホームチームはここでピッチャーが変わります。今日5人目のピッチャー、佐々木朗希がマウンドに上がります。昨シーズンは15試合に登板、7勝4敗、防御率 1.78 という成績でしたが、きっちり抑えていい内容のピッチングを見せておきたいところ。空振り、154キロがいきなり出ました。さあ佐々木、これで追い込んだ。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターは2番センターの松本。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきはうまく抑えたと思いますよ。ここは配球にも注目したいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。一、二塁間、岡田取ってツーアウトになりました。バッターボックスは3番の水谷。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。はい、初球見送っています。レフト下がっていく、下がっていく、どうか、そのままスタンドに入りました。そう、ここで1点。はいはいはい。はい、オールチーム。抑えて一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしホームチーム4回裏の攻撃になります。門脇がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。バッターは坂本。手を緩めずどんどん仕掛けていく姿勢がいいですよね。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。これはショート水野掴んで一塁アウト。はい、さっきはいいバッティングをしましたよね。はい、いい感じでボールを捉えてますからね。ここでも期待できるんじゃないですか。期待しましょう。先頭バッターの坂本を抑えてワンアウトに打った。上川畑抑えて一塁アウト。4打点の阿部、先ほどはライト方向へのホームランを放っています。川上さん、2打席連続となる先ほどの打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐん打球伸びてソロホームランが出ました。三塁回ってさらに1点を。いい当たり、伸びていく。この打球は落ちるか、どうだ。初球から積極的に行きましたが最後はレフトフライ。工藤さん、一方的な展開となってしまいましたね。まあベンチとしては楽な展開ですけどね。選手たちは気を抜かずいいプレーを見せてほしいですね。そうですね。まずこの回という気持ちでやってほしいと思います。変化球空振り、ワンアウトです。
バッターは6番のタミヤ。先ほどはフォークで見逃し三振に倒れました。いやー、先ほどは最後の球全く手を出させませんでしたよね。ナイスピッチングでした。そうですね。ワンアウトランナーなしです。これはセカンド岡田取って一塁アウト。バッターは7番の清宮。先ほどはストレートで見逃し三振に倒れました。さっきはね、うまく裏をかく配球でしたよね。まあ今度は変えた方がいいかもしれません。打った、取りました。スリーアウトチェンジ。川上さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。はい、打線はいいですね。まあこんな起点が入るとね、どうしても次の試合に半分ぐらい取っておきたいぐらいです。これから5回の裏、点差が大きく開いたリードの場面でホームチーム代打を送ります。バッターボックスには代打の佐藤。ジャストミート、センター下がっていく、下がっていく、どうだ、ライト見送った、ソロホームランが出ました。ピッチャーのアルバナの処刑。打った、抜けていきます。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。先ほども打席ファーストフライの5番岡田、ヒットでランナーを1塁に置いています。はい、バッターボックスには代打の牧。そうですね、まあ、リードして余裕もありますけれども、まあ、起用されたバッターとしては結果が打った、ライトセンター追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ます。甘い球を逃さず、はい、バッターは5番の柳田。先ほどは、ね、いいバッティングでしたよ、バットが、ね、触れてるようなんで、これは一塁側のスタンドに入ります。大きく外れていきます。これは入りました、ファールボールです。いや、打ち頃のボールでしたけどね。ミスかな。打ちました、これは大きい、伸びていく、ここはフライになっています。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。先ほども打席はセカンドゴロ、6番の近藤です。ワンアウトになっています。初球打ち、伸びていく、素晴らしい反応を見せた、いいプレーに前の打席はショートゴロでした。バッターの坂本、ツーアウトになっています。三遊間、水野掴んでスリーアウトチェンジ。ホームチーム、ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、先制のランナーを置いて2番バッター今江、その初球をしっかり弾き返します。ホームチーム先手を取ります。さらに続きます。ノーアウト1塁2塁で4番岡田、甘い球をきっちり弾き返しました。ホームチーム1点を追加します。続く攻撃、ワンアウト2塁3塁のチャンス、6番近藤、初球を叩いてタイムリー。ホームチーム2点を追加します。エスコンフィールド北海道からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。追いかけるファイターズの攻撃、先ほども打席ピッチャーゴロの8番水野。ホームチーム大きく点差をつけて6回を迎えています。さあ工藤さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。まあリードは広がったんでね。でも見逃し三振、まず1つアウトを取りました。打順は9番上川畑、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先頭バッターの水野は三振、まずはワンアウト、ファウルになります。これはバット出ず三振です。これでツーアウト、バッターは1番の郡司、先ほどはストレートで見逃し三振に倒れました。
さっきはうまく抑えたと思いますよ。ここは配球にも注目したいですね。そうですね。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。この回ファイターズ三者凡退です。ホームチーム大量リードしています。6回の裏、前の打席は